こんにちは、ココアです。今日は参戦服紹介ということで、私が着ていきたかったけど着ていけなかった参戦服と、これから着ていきたいなって思っている参戦服の紹介をやっていきたいと思います。イエイ。はい、ということでね、もう今年はコロナの影響でコンサートとかが全くなくて、ライブ配信という形なので、まあ、参戦服とかもね、選ぶ必要がないって感じで参戦服を考える機会はなかったんですけど、今年着ていきたいって思っていた参戦服だったりとかもあるので、そちらを紹介していこうと思います。夏に着ていけそうな洋服だったりとか、冬に着ていけそうな洋服だったりとか、いろいろあるので、ぜひ最後まで見ていていただけると嬉しいです。ということで、もしこの動画が気になったという方で、私の動画のチャンネル登録をまだしていないという方がいたら、チャンネル登録ボタンからチャンネル登録をしてから見ていってください。ということで、早速やっていきましょう。それではスタート。はい、ということでやっていきます。まず今回紹介するものが大体5着ぐらいあるんですけど、早速1着目から紹介していきます。まずはこれはね、参戦服として着ていきたいなと思って買った服なんですけど、まあ普通に着てもいるんですけど、それがじゃーん、こちらのフェンディの赤いワンピースです。フェンディのロゴがあって、で赤なので、これは今年の春ぐらいに購入したんですけど、もう赤なので翔くんカラーということで、コンサートに着ていきたいと思って購入したんですけど、結局今年なくて一度も着れていなかったものになっています。でこういう感じでワンピースになってるんですけど、まあ、これ1枚でね、さらっと着て可愛いっていう。で特に今回バッグとか合わせてね、紹介はしないかなと思うんですけど、こんな感じの袖がこういうブラウスっぽくなっててっていうワンピースで、これはちょっと買ってから丈が長かったので、ママに縫ってもらって着ているっていう感じです。本当に赤っていう感じで、私の参戦服の中ではすごく珍しいんですけど、まあ、赤もたまにはいいんじゃないかなと思って、メンバーカラーのね、赤のフェンディのロゴがドーンとついているワンピースを購入しました。まあ、これは普通に着てもいいかなと思って購入したんですけど、参戦服にしても可愛いかなって思っていたもので、今年なんか春とかに着ていきたいなと思っていたものになっています。長袖なんですけど、これブラウスの部分とかが春っぽくて、春服なので可愛いかなって思います。はい、ということで、まず1着目はこんな感じのフェンディのワンピースでした。はい、続いて2コーデ目に紹介していくものも、今年着ていけなかったものに、ね、なってるんですけど、まあ、今回紹介するものは全てコンサートにこれ着ていったら可愛いなって考えてたんですけど、着ていけなかった服になっていて、2コーデ目がこちらのグッチのプリーツスカートに、これはなんかいろんな合わせ方ができるので、夏とか冬全然着られるんですけど、これは私のステイホーム期間中に参戦服を考えてみたっていう動画でもね、登場していた国立に着ていきたいって言っていた服なんですけど、こんな感じの赤とピンクのすごくラメラメな感じのプリーツスカートで、私やっぱこういうピンクと赤の色合いが好きで、こういう服が多いんですけど、これだったら冬コンになった場合、アルマーニのファーのコートとかと合わせてもすっごく可愛いし、こういう感じで合わせても可愛いし、で中に着る服はもうね、これも同じくグッチのスウェットトレーナーなんですけど、赤合わせで合わせてあげてこうやって着ても可愛いなって思っていたものになってます。まあ、なんかこれを紹介していた時はハット、赤のハットに普通に白い T シャツで合わせてたと思うんですけど、国立の初期だったのでもう暖かいかなと思って、そんな感じのコーデにしてみたんですけど、冬コンだったらこれが可愛いかなって思って、こんな感じで合わせたいなって考えていたコーデになっています。なので今年もう着れないということで、来年は活動休止なのでコンサートとかはないので着る機会はないかなって思うんですけど、こんな感じで参戦服を考えていました。で多分もう冬コンもねないかと思うんですけど、
あとは国立のライブ配信だけかなと思うんですけど、こんな感じで考えていました。でこれに前に紹介していたハットとかで合わせても可愛いかなとは思います。赤いハットなので可愛いかなと思います。まあ会場に着いたらそのハットはね結構目立つので脱ぐんですけど、はい、こういう感じのスカートを合わせたいコーデだったので、このねグッチのスウェットはリンゴで赤って感じなので、これもメンバーカラーが入ってて可愛いかなって思います。でなんかすごくキラキラしててクリスマス感とかもあるので、12月とかのコンサートの時いいなって思っていました。これは全然夏とかにも着れると思うんですけど、あとは今の時期とか春とかにもねいいなって思うんですけど、夏だったら普通に T シャツで合わせてあげたりとか、あとジャケットをこういうコーデュロイのディオールのジャケットなんですけど、これでピンクコーデで行っても可愛いなって思います。はい、ということで2コーデ目はこんな感じのグッチのプリーツスカートで合わせたい参戦服コーデでした。はい、ということでこんな感じでね2コーデ目だったんですけど、続いて3コーデ目に考えたコーデもステイホーム期間中にこれ着ていきたいコーデとして紹介していたコーデ参戦服になってるんですけど、それがこちらとじゃん、ネイソルっていうブランドのコーデになってるんですけど、これとこれの合わせコーデ、こんな感じでねピンクコーデなんですけど、これはすごく女の子らしいコーデだなと思ってこれを着ていきたいなと思っていました。なんか嵐のコンサートはメンバーカラーとかを着ていったりはあんまりすることはなくて、こういうピンクコーデで行ったりとか、あと差し色に赤を入れたりとかっていうピンクと赤の合わせコーデで行くことが多いかなっていう感じです。でやっぱ女の子らしいコーデ、ガーリーなコーデで行くことが多いです。結構私服だったらスポーティーな感じとかカジュアルな服も着たりはするんですけど、私は結構ガーリーな服が好きだったりするし、まあ、参戦服だし可愛いコーデがいいかなって思っているので、ガーリーな感じのスカートとかワンピースとかで行くのが多いっていう感じです。これはね夏のコーデなんですけど、なんかこれだとちょっとピンクすぎるって感じなので、これにカーディガンを羽織ってあげて着ていきたいなって思っていました。まあ、デニムのジャケットとかでもね可愛いかなって思うんですけど、こっちの方がさらにガーリー感が増す感じになるんじゃないかと思います。ちなみにこのセットアップスカートとトップスなんですけど、これは私が嵐のコンサートとかによく着ているミミソルっていうピンクのワンピースがあると思うんですけど、それと同じブランドのものになっています。ここのブランドはすっごくこういうガーリーな感じで可愛いし、ちょっと変わった感じの感じで目立てるし可愛いと思います。でこのこういう尾銃がついていて、後ろがこういう感じでなんて言うんだろう、こういうサテンみたいな生地のリボンがついているので、これをそのまま着るんじゃなくてカーディガンの上から出してあげるとさらに可愛いかなって思うので、そういう着方をしたいなと思っていました。で靴はまあいつものバレーシューズとかで合わせたいなって思ってて、これテーブラムに裾が乗ってるトップスにこのめっちゃふわっとした感じのスカートになっています。はい、こういう感じでピンクとホワイトのめちゃめちゃガーリーな感じのコーデになってます。でこれに実際に動画で合わせていたバッグはグッチのいつも持ってるリュックなんですけど、そういう感じのコーデで合わせていきたいなって思っていました。はい、ということで3コーデ目はこんな感じのすごくガーリーなコーデでした。はい、ということで3コーデ目こんな感じでした。次4コーデ目はちょっと似た感じのコーデにはなるんですけど、こちらのグッチのブリーツスカート
これはすごくカラフルなので履いていきたいなと思っていて、まあ、なんかメンバーカラーとかでもないので誰のファンか分からなくていいかなって思って、こんな感じのものを選んで、で同じくちょっとカラフルなバレンシアガの T シャツを合わせたいなって思ってました。まあ、これは私のコンサートとかだけじゃなくて、最近ちょっとキンプリに今年に入ってからハマっているので、キンプリのコンサートの時とかにもレン君とか結構バレンシアガが好きなので、この T シャツで合わせてでカラフルな感じでいくと可愛いかなって思って、それもね行きたいなと思っていたコーデになっています。でこれになんかキャップとか被ってあげても可愛いかなって思います。黒のキャップとか、これは夏にしたいコーデになっていました。はい、ということで4コーデ目はこんな感じのカラフルな感じのコーデでした。はい、で次はコーデとかではなくて身につけていきたかったアクセサリーになるんですけど、それがこちらとこちらのフェラガモで購入したリボンのカチューシャになるんですけど、これはなんか量産の方がよくつけていて可愛いなって思っていたのでちょっと真似して買ってみたんですけど、この2色があって、これを量産っぽくて可愛いかなって思って、結構ジャニオタの方とかがつけていたのでガーリーな服装に合わせてつけたいなと思ってたんですけど、結局つけれなくて普通に使ってるんですけど、なんかこれは参考デメに紹介したコーデとかに合わせて着ると可愛いかなって思います。こういう感じのリボンが可愛いカチューシャでなっています。これをねつけていきたかったんですけど、まあ、また機会があったらコンサートの時とかにもつけていきたいなと思っています。はい、ということで次5コーデ目は今着ているこの T シャツにこのフェンディの今年の夏買ったワンピースなんですけど、これもなんかすごくピンクでこのリボンが目立って可愛いなと思って、夏コンがあったら着ていきたかったコーデになっています。こういう感じでね、フェンディの柄がめっちゃ可愛い感じですごくワンピースなので女の子らしいかなって思います。はい、これになんかポニーテールとかしてあげて着ても可愛いかなって。でこのコーデはパフスリーブな T シャツにこのガーリーのワンピースなので、すごく女の子らしいこれもコーデになっているんじゃないかと思います。まあ、これを普通にワンピースが可愛かったのでこのコーデ着ていきたいなって思ったんですけど、こんな感じです。はい、そして最後はちょっとガーリーな感じではなくて、すごくピンクで可愛いかなって思ったコーデになってるんですけど、こちらのグッチの最近購入した T シャツ、すごくビッグ T シャツでこういう感じロゴがついてる T シャツなんですけど、これに上からちょっと秋とか、まあ、春とかにはいいかなと思って、このメッシュのレピピで購入したワンピースになるんですけど、これを上から重ね着してあげて着るとすごくおしゃれだし、もうピンクコーデで目立てるし、これは嵐のコンサートというよりキンプリのコンサートに着ていきたかったコーデになっています。なんか嵐のコンサートは結構ガーリーな服を着ることが多いんですけど、キンプリはこういうなんかダボっとした T シャツが可愛いかなって思ったので、この T シャツを着ていきたいなと思っていて、ちょっとこのコーデにしています。そのまま着ても可愛いかなって思うんですけど、グッチのベルトを上からつけてあげるとちょっとガーリー感も増して可愛いと思います。本当にこのコーデはピンクモリモリのコーデになっています。でこれにアクセサリーを合わせたんですけど、
これもピンクのクレアーズのラメのカチューシャ、これを合わせてあげるとすごくね、めっちゃピンクってなって可愛いかなって思います。これはピンクコーデにしたんですけど、やっぱちょっとカジュアルな感じだったので、カチューシャもちょっとカジュアルな感じがいいかなって思って、ガーリーっぽいカチューシャじゃなくて、こういうちょっと太めのカチューシャを選んで合わせてみました。はい、ということで最後5コーデ目のコーディネートは、参戦服はこんな感じです。はい、ということでね、最後と言ったんですけど、もう一着あったんですけど、続いてが6コーデ目。一気に雰囲気がガラッと変わるんですけど、こちらの、これはキンプリのコンサートに着ていきたかった服になってて、グッチのラインが入っているパーカーワンピです。こういう感じでね、これはなんか、カイトくんが着てた服に似てたので、着てきたいなって思ってて、なんかキンプリのファンの方って結構量産の人が多いかなって思うんですけど、こういう服もいいかなって思ってちょっと選んでみました。絶対こういうスポーティーな服とかを着ていくことはね、あんまり嵐のコンサートの時とか合わないんですけど、まあたまにはいいかなって思って、こういうのもいいんじゃないかなって思います。であとこれにね、このグッチの帽子なんですけど、これもちょっとカイトくんが被っていたものに似てたので、グッチの合わせコーデでこういう感じでちょっと、なんて言うんだろう、カジュアルスポーティーな感じで、でもワンピースなのでちょっと女の子らしい感じもあって可愛いかなって思います。結構嵐のコンサートは翔くんに気づいてほしいので、めっちゃ派手な服とか、ちょっと他の人とは違う服とかを着ていったりとかしてるんですけど、キンプリはこれぐらいシンプルでも可愛いかなと思います。はい、ということで本当に最後6着目はこんな感じの、ちょっとシンプルな感じのキンプリのコンサートに着ていきたい参戦服でした。なんか嵐のコンサートの時もそうなんですけど、翔くんが大好きなモンクレールのものとかを結構着ていきがち、着ていきたいと思って真似して、そんな感じのモンクレールのものとかを持っていたりとかしているんですけど、キンプリのコンサートもカイトくんとかレンくんが私服とかで着ているちょっとグッチとかバレンシアガのものを着ていきたいなと思って、こんな感じのものを選んでみました。であとキャップをね、カジュアルな感じに合わせたいって言ったんですけど、こういうバレンシアガのキャップとか黒いキャップとかを合わせてちょっと行きたいなって思っていました。でピンクコーデだとこういう、これディオールのキャップなんですけど、このキャップとか合わせてあげても、あえて合わせても可愛いなって思います。あとアクセサリーなんですけど、このシャネルのブローチ最近購入したんですけど、これをこういう風に結んで髪の毛につけてあげても、ちょっと他のファンの人と差が出て可愛いかなって思います。はい、これはね結構いろんなコーデに合わせられるんじゃないかと思います。ガーリーな服とかに合わせても可愛いのでいいなって思いました。はい、ということでこんな感じで5コーデ着ていきたかった参戦服の紹介は以上です。はい、ということで今回は今年ライブがないということで、ちょっとコロナの影響でなかったんですけど、着ていきたかったって思っていた参戦服の紹介をしてみました。今年なんか参戦服の紹介とかは動画でアップできていなかったので、こんな感じで参戦服紹介ということでやってみたんですけど、こんな感じになっています。まあ、もう今年は着ていけないかなとは思うんですけど、まあ、私も今年で活動休止にはなっちゃうんですけど、またコンサートとかあったりとか
あとキンプリのコンサートの時とかの参戦役として着ていったりもしてもいいかなって思っています。ちょっと赤が入っている参戦服は着ていかないかなって思うんですけど、それ以外ちょっとガーリーな感じだったりとかはいいかなと思うので、また機会があったら着ていきたいなと思います。今はねコンサートとかもないし、あってもライブ配信とかなので参戦服とか考えることがないかなって思うんですけど、皆さんにこの動画を見て楽しんでいただけていたら嬉しいです。ということで、私の動画ではハイブランド購入品紹介だったり Vlog、 いろんな動画、毎日平日は16時、土日祝日は朝8時に動画を投稿しているので、チャンネル登録まだ済んでいないという方がいたら、チャンネル登録ボタンからチャンネル登録の方をよろしくお願いします。ということで、動画を最後まで見ていただきありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。 Thank you.